皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回の時事問題のテーマなんですけども、文科省から調査結果が出まして、それが日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況などに関する調査結果の概要というものなんですが、実際に実物を見ていこうと思います。画面を切り替えますね。 はい。で、これ、つい先日発表されたんですけども、調査の基準としては、令和3年5月1日を基準ということにしてますね。はい。で、これなんですけども、2年に一度ずっと調査をしてきた、発表してきたんですが、ちょっと前回、平成30年度から、今回、令和3年度までが少し間が空いているということになります。で、これ、全国の小学校、中学校、高校などに、 はい。どのぐらいの外国籍の子供とか、その中にどのぐらい日本語の支援が必要かな人がいるかというのを調べてるんですね。まず最初、これ、ホームページとかインターネットとかから取ってこえるデータなんですけども、まず外国籍の児童生徒で日本語生徒あ、日本語の指導が必要な人たちがどのぐらいいるかですね。国籍が外国籍でも あの、日本語の支援必要でないっていう子どももいますし、後で出てきます。日本国籍であっても支援が必要っていうケースもあるんですね。はい。で、これ見てみますと、えっと、全体で、はい、ざっくり4万8000人弱。これ、先日の日本語教育能力検定試験にも出題がありましたね。はい。で、一番多いのが小学校、この3万1000人ちょっと。 ですね。で、次が中学校1万1000人ちょっと。これは単純に小学校が6年間中学校の場合あるからっていうのもありますし、小学校の間に支援が必要なくなるケースもあるということですね。はい。で、高校が4000人ちょっとということになりますね。 で、この数は少ないんですけども、いろんな特別支援学校、これかつて盲学校とか老学校とか言っていたものですし、この中等教育学校っていうのは小中一貫校みたいな、そういうケースを言うんですね。はい。で、次のデータ見てます。見てみますと、学校数ですね。はい。さっきは人数でしたけども、いくつの学校にまたがってっていうところで、大体いいさっきと配分、割合としては同じになってますね。どちらも。 数としては増えてきているということですね。で、今度は日本国籍で日本語指導が必要なケースです。国籍と母語第一言語っていうのは一致しませんので、それでいくとトータルで1万飛んで700人ぐらいで分類がカテゴリー別にこれだけということですね。はい、で、どんどん進んでいきますと、 はい、ちょっと間飛ばしますね。はい、で、えーっと、ここが5番まで飛んだんですけども、特別の配慮に基づく、ね、指導を受けているという人が、はい、国籍関係なく9割いるということですね。で、怒ると残り1割は、ね、あの配慮を受けてないということですね。 で、その中で、入り受けている人たちの中で、特別の教育課程と言いまして、別に取り出して日本語の授業をするとか、ね、そういうのでもちゃんと正規の、ね、単位に認めましょうということで、はい。これ、中学校まですでに認められていて、高校でもこれ導入されるんですけども、これが大体、まあ、国籍関係なく約7割いるということですね。はい。で、次が最後になると思うんですが、 その児童生徒の母語別ですね。国籍があまり参考にならないので、母語でこれ統計出してるんですが、素数は最初の統計と同じですね。はい。で、この一番多いポルトガル語っていうのは国籍で言うとブラジルですね。中国はいいとして、次がフィリピンの。まあこれ、フィリピンの語っていうのは言語としてはタガログ語と同じ言語なんですけども、まあフィリピンの国語、国家語、 フィ,リフィリピン語と呼ぶというふうに、フィリピン側が言ったりしているので、こういう言い方するようになっています。で、次のスペイン語なんですが、これは中南米の、はい、ブラジル以外の国地域ということになりますね。はい、で、その次がベトナム語ですね。やっぱりベトナムの子供も,も増えているということです。はい、で、次の8番目が、じゃあ、一つの学校に、 支援が必要な児童生徒が何人在籍しているのかということで、やっぱり一番多いのが一人。で、次にまあ二人三人というふうになるんですけども、要はこう、バラバラなんですよね。はい。で、都市部とか首都圏であれば交通の便がいいですけども、そうじゃない地方に行くと、学校と学校の間が離れていて、支援に行くのも大変。で、隣のね、学校とかに通わせるのも大変ということで、こういう散財ですね。ばらけて、 在籍してるっていうのが一つ支援の壁になっていると。で、二、まあ、人三人ってあるんですけども、実際これ、あの、兄弟姉妹のことが多いようですね。お兄ちゃんお姉ちゃんが、例えば高学年にいて、弟妹が低学年にいるみたいな。なので、母語としては同じ、同じご家庭のお子さんっていうケースも結構あるようです。で、以下、もう細かく見ていくと、もうキレがないんですけども、こういう統計が、 大体2年に一度出ていますので、現状把握もそうですし、試験対策などで役立てていただければと思います。では、共有停止しまして、今回はこういう話題でお届けしました。こういうあの統計的な話もしていきますので、楽しみにしておいていただければと思います。では、今日はこのぐらいで失礼します。アディオー 動画をご覧いただきましてありがとうございます。高評価いただけると嬉しいですし、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それにお仕事をですね、コンサルセミナー、あと語学のレッスンも喜んでお受けしますので、コメントだったり DM でいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。